お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの超高回転ウォールブレーカーゴブリンバレルが入った枯渇デッキですね。はい、こちらやっていこうかなと思います。でこういつもだと、まあ、新環境になったとか、まあね、こう情報修正があったっていうお話をするんですけども、あのちょっと前にね、あの情報修正行われるのが一月に1回だったのが3ヶ月にね1回に変わりましたよというようなお話があったので、またね前シーズンとカードのねステータスとかは変わらずといったわけでやっていきます。まあ、前シーズンもウォールブレイカーとか、まあ、ハンターですね。本当に最近トリトンハンターのセットが多い。もうハンター入れておけば空も陸も全部とりあえずなんだかなるよっていう環境が続いてます。というわけで皆さんぜひハンターを入れてください。使ってない方はね。まあ、そんなわけでこちらねクリエイターブーストでスーパーセルのクリエイターを支援しよう、なんとね僕のクリエイターコードも発行していただきましたので、ぜひね、こちらラッドと打っていただければ僕ね応援することができますので、よければねはいぜひよろしくお願いします。というわけで、なんか自分で自分を支援するのはさすがに気持ち悪いので僕がキョウキョウさんをね支援していきます。で、僕前シーズン話したっけこれ、あの127位フィニッシュ、まあ、なんかいつもこの辺の順位取ってますね。僕100位とかも100何歩とかいつもこの辺なんで、そろそろ僕もね飽きましたねこの順位を取るのは。まあ、そういったところでこうマルチの上位取りたいなっていつも言ってるんですけど、やっぱ取るためには何かのデッキをね極めないといけない。そうかもう本当高回転のプロになるの2択なんですけど、なんか重量級でも中量級でも高回転も何でもいいから一つのデッキを最強に極める。まあ、それがまあ海外の人だと結構多いのかな、こうバルーンとか、まあ、なんかラバとか、まあ、ゴレとかいろいろあるんですけど、まあ、もう一つはあれですね、こう高回転をとりあえずマスターしてもう高回転デッキ使っとけばマルチ上位行くみたいな、まあ麦タイプですね。はい、の2択なんですけど、悩みますね高回転極めたい思いもあるんですけど、やっぱねむずいから、それなら僕結構ラバとかマルチ上位で前シーズンね1位と3位を取ったアドバンテージとのペッカプラスバルーンデッキのフリーズ、僕フリーズ好きでその人のデッキも結構好きなので、まあ、そのペッカバルーンを極めるか、まあ、そんな感じで悩んでるところなんですけど、最近そろそろね本気でこう何かねやっていかないと、なんかずっと停滞してるんでね、それも良くないなと思いつつ、まあ、そんなわけでね、ふう、さあ今回の相手はメガナイトオールブレイカーですね。なのでちょっと考えてます、今何をこう極めようかなって。僕枯渇も好きなんですけど、なんか枯渇やっぱなんかむずいのかな、なんか結局あ待って外した、そんなことある芝打っとしちゃった、バカ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 、まあその辺のねちょっとこのデッキ鍛えます動画とかも出せたらいいかなと思うんですけど、まあ、とりあえずねコカッチャンしていきます。で最近マジロイジャイがすごい多いんですけど、これあれなんですね、ハンターがいるからロイにも勝てちゃうっていう、まあ、そんなデッキですね。やばい待ってバカ、あはーバカはー、これあるあるじゃないですか、僕だけかな、さあごめんなさい。まあでもこれ相手あれがいないんでね、あれってなんや、忘れてしまったぜ。あこれあれだ、ドゥドスコ決まりましたね今、よいしょ。僕すごい知らない人もいるのかな、今の人だったら。もう昔ではすごい有名だったタノシンゴさんっていう人がいるんですけど、芸人だったんですよ。今だったらなんかマッサージ師かなんかすごい人になられてるんですけど、僕その人に修学旅行で会ったことあるんですよ。修学旅行では駅かな、なんか駅のホームにいて、うわタノシンゴさんやってなって、こう僕その当時は中学生だったから身長すごい低かったのでめっちゃ先頭の方にいて、その先頭の方の人だけ楽しんごさんと出会えてこう握手してもらったっていうねエピソードがあるんですけど、すごい負けそうそんなこと言ってるとすごい負けそう。さあ神の許容していきます僕は左側ね、ゴブリン来ちゃった、左側これタワーダメージ全然受けてなかったのでこんな感じで無視して大丈夫ですね。でこれなんなら右側を攻めるのもあり、これメガナイト踏んでくるかな、踏んできた、これ延命して一回守りますね、一回耐えて
逆サイクル、ザップ、いや来ない、そこでもう一回延命しちゃう。もう一回延命して攻めてみたいな、これもう両サイパーティー、これ多分ねめっちゃ相性いいと思うんですよ。なのでもっと楽に勝てたと思うんですけど、左右に振られてね、ちょっとうまいことやられて負けそうになってましたが、まあ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 、そういったわけで、まずちょっと新しい枯渇デッキですね。なんか、まあ、なんかここ最近枯渇がね強いんですが、プリンセスですね。もうプリンセスの評価が爆上がりしてるんですよ。なんか枯渇デッキ、もうゴブリンバレルというか、もう端前プリンデッキみたいな、昔はこうどれだけゴブリンバレルを通すかみたいな、2周目とか3周目とかいろいろありましたけど、もうここ最近もう端前プリンなんですよ。みんな端前プリン、初手でも端前プリンした方がいいですっていうぐらい端前プリンデッキですね。よいしょ、さあ端前プリンしまーす。したらしたらちょっとこれピンチになっちゃいそうですね。これナイト一回単体で生かして、これ何なんだろうな、対応してこなかったらマステで、対応してきたら遅れてゴブリンバレルとかかな。さあこれラバルかな、これ一応スケで延命してあげて、これなんか来るっすね。うんで、これは守れないですね。ごめんなさい。嫌な目かな、うん、守れそう。うん、嫌な目使わないでくれたら相手が。インドラ下がる。もう一回下がる。いや、頑張って。もう一回頑張る。いや、いい。いや、めっちゃいい。もう一回下がる。よし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 。一生下がってもらって。まあ、耐えてはいるな。耐えているラバディガーですね、これは。まあ、ホバリング。嫌な目があると思うんですよ。ホバー結構厄介ですね、僕は。ホバね。これ、ヤナム打たれるかな？打たれなかったらいいなーとか思いつつ、まあ、打ってくると思うんですけど、これ。サクサク、これ打たせないように先にこれゴブリンバレル飛ばしちゃう？よしよし。いや、ここしかも、ここスケで延命できそうだな。で、ザッププリンに当たらないように、なんとなくね。痛いんでね。かわいそうじゃないですか、ザップ。王女様なんで。延命してあげて、このプリンは、でなんなら対応してきた瞬間にウォールブレイカーとか飛ばすと相手はコストがなくてみたいな、これで対応してきたら、あ、速攻ハンターですね。あ、ザップか、いやザップキャーだなこれ。スケだらけちゃうかな、まあ、でもここで、いやいいいい、溶かせたらもうなんならナイトとかして、思って、あーおー姫様ー、いやハンター、いや君なら頑張れる、いやハンターやばいっすよね、マジこいついるだけでもう何でも守れる世界になっちゃいましたからね。いや気合が違う。相手のスペルなんだろう、ザップしかねえな今。ヤザップとかじゃないのか、いやザップだけなんですね。なるほど、だから相手はきついんですね。このわあお姫様行かれちゃった。だからヤナメの枠をザップにしてるんですね、今回の対戦相手は。なのでずっと僕のこのプリンちゃんに苦戦してるイメージがあります。さあヒギゴブリンバレルウォールブレイカー、いや死体だけなんですけど絶対強い。でこれまあディガー来るんで延命したいっすよね。あとはこのホバリングすごい邪魔ですよね。延命したいがザップも打たれ違うちまう。よいしょ、あ待ってちょっとやばい、待って、いや耐えれるはず、耐えれるはず。オーケー、さあグッドゲームと。まあそういったわけで先ほどから相性がいいですね、非常に。ザップばっかり引いてる。まあ今回ヤナアメでもどうだろうな、高回転のハンターとかで意外と勝てないこともなさそうだったけど、よろしく。まあ、本当にハンター無限ゲーですね。まあ来シーズンだからどうなるかっていうのがすごい楽しみなんですよね。だって3ヶ月ぶりの、バランス調整、いや多分来シーズンあると思うんですよ、僕の計算が間違ってなければ。そう、3ヶ月ぶりのバランス調整って何をするんだろうっていうね。3ヶ月間こうあったわけですから、このカード強すぎるなとか、まあ、ハンターかな今だとあると思うんですけど、そんな中でねどんな調整があるのかすごい楽しみですよね。まあ新カードとかも多分出ると思うんですけど、さすがになんでどんなカード出るんだろうみたいな、まあ全然わかんないんですけど、まあそんなわけです。さあ今回メガナイトが来る。メガナイトとなんだ、まあ、真ん中にこう飛ばすことによって両サイドのタワーから受けてくれますね。なんかこうメガナイトの受け方って2パターンあって、目の前に置いてメガナイトが歩くパターン、歩かせるパターンと、今みたいに真ん中に飛ばしてなんていうんですか、逆サイのタワーからも攻撃をさせるパターンの2種類があるんですけど、いやいいダクプリだ、いや、うん、いいダクプリでしたね。意外と今みたいなのも良かったりします。
だから僕はあれっすね、これまあハンターゲーですね、本当にこれを見ていただければ分かる、ハンターが強い。待って俺の防衛が下手、これ絶対守れた、ちょっと待って待って、これ絶対守れたっすね僕今の。なんでなんかアイスピが下手だったな。いや、やなめ、いや、やっちもうた。待ってエリゴーレ、やっちもうたやこれ絶対勝てる、なんなら相性いいっすねと思いたい自己暗示、俺は勝てる、相手はエリゴレ、負ける理由はない。よし、3600、まあレイジでしたね。いや、さっきアイスピー僕多分うまかったらハンターも残ってたし、多分100勝てたんですよ。でこれケツハンターからの2周目ハンターっすね。で攻めてヤナム使ってほしいけど回ってねえか。でオールブレイカーまで行っちゃって、さあヤナムを使った、よしよしよし、いやこれ余裕で守れるんですけど、僕は守りすぎると攻めれないので、ここでうわメガナイトいたわ、そんなカード君忘れてた、俺マジでいやでもめっちゃいい、殴りはマジでめっちゃいいんだけどな、問題は時間だな。いやこのプリンやべえかな、もしかして。いや何も打たれそう、いやマジでやめてくれ。いや4だ、残り4だから俺ウッドで壊せるな。いやこれ攻め打ったセンターやばいかな、いや回す、いや折れてる、なんでラッキー、さあ危ねえ、まあ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 最初のね一歩もあの折られてないようなもんなので、あれはさあグッドゲームと。やば、相手のデッキがメガナイトエリゴレでしたね。だからエリゴレ一時めちゃくちゃ流行ってましたけど、なんかかわいそうなぐらい減っちゃいましたね多分ロイ普通にハンターがきついんですよ、エリゴレ多分。だから高回転のトリトンハンターのロイジェイとか、まあ、キョスケロイジェイ、キョスケハンタートリトンザッピー、あれ勝てないですからねエリゴレだと。なのでそういったところで環境からね見放されちゃった。待って、初手バルーンにハンターほぼ最後っていう、ヤンキーすぎん、おこやで。初手はね、ラッティン怒りますからね。とりあえずハンターで、ゴブリンバレルを横にずらして、ああ、相手のタルババ見えてますね。で、こう、スケ来たらウッとしますね。で、延命してあげることによって、ここで相手はね、攻めれないでしょうと。これ、バルーン来んのかな。はい、これで、さあ、タゲを変えていく。アイゴレのパフ？アイゴレバカーでプリンを処理したいとかあったのかな、もしかしたら。まあ、ここは落ち着いてね。さあ、今回相手バルーンっすね。いや、いいウォールブレイカーだ。バルーンなので、ハンターに生き玉打たれると僕としてはもう超辛い。超辛いんですけど、まあ、頑張れないこともないかなっていう。そんな感じかな。ちょっとあだ取ってそうっすね、今。さあ、ゴブリンバレーの位置をちょっと積極的に変えていきます。いや、でも相手は目がいいっすね。見えてますね。だから横に積極的にね、ずらしていきたいですね。で、タルババされたし、後ろプリン最強。ディガーは積極的に、スケとかナイトで拾ってあげたい。今暇なので、ウッドでいいかな。これ、端前マスケットとかなのかな。ウォールブレイカーとか飛ばして、まあ、ここは無理に延命する必要ないですね。おお、まあ、ウォールブレイカーとかそっち行くっていうぐらい行っちゃいましたね。さあ、横にずらすことによって、この一発が入っていく。で、これはもう、アイスピが、ハンターアイスピで、ボコボコにできる。さあ、で、積極的に、もう、コスト溜まったら、積極的に投げましょう。いや、これ、運が良ければね、入るんですよね。積極的に、ウォールブレイカーとゴブリンバレル投げて、攻めたいですね。で、一回ここは落ち着きましょうか。よいしょ。なんなら延命してあげる。で、タルババ使いたいよ。使いたいよ。さあ、このプリンセスがね、程よくうざいっすよね。この、相手のマスケの射程外から一生打ち続ける。よし、さあ。で、僕もね、ウッド削りとかなのかな、これ。削れないので、で、積極的に回して、端前ボムも全然あるっすね、これ。なんならもうそれを読んでの延命しちゃう。いや、これプリン延命鍵っすね、今回の試合。よしよしよし。いや、めっちゃいいめっちゃいい。で、低めプリン置いて、いや、これなんならヤンキー延命。ヤンキー延命できなかった、ヤンキーすぎた。いや、でもここまでプリンいるとちょっと楽しくなっちゃうな。バカバカ。いや、待って、しかもゴブリンバレルいい。で、なんとなくナイト出しておけば勝手に延命できそう。延命しろや。延命しろや。これちょっとウッド、いや、
ウォールブレイカーでいいな。で、もう一回低めプリンして、で、これ調子乗ってるとバルーンディガーでワンパンされるので、いや、だからゴブリンバレル固まっちまったらよくねえな。さあ、これは反対読みですね。で、ここはもうしっかりアイスピを添えてあげて、雪玉飛んでくる、その瞬間にしっかり攻めてあげて、一発は受けてしまうが、一発で抑えれる。オッケーオッケーオッケー。で、いい。で、ここは間違いなく延命ですね。タルババ来る。お前プリンだけ持っていくのはやめろよ。いや、アイゴレのパフでプリンがいかれる。うわ、危ねえ。さあ、8枚プリン最強が、うわー、読んでる。マジか。それはやりますね。で、これタルババを後ろにやる。で、雪玉で守る。うわー、ちょっとやばいっすね。待って待って待って。待って待って、マジやばい。マジやばい。バルーンディガーされたくない。バルーンディガーされたくないが、いや、あ、プリンが竹取ってる。来た。これ相手。あれだ。タルババ。延命する。うっとけんない。危ねえ。危な。いや、負けたかとちょっと思いましたね。なんか途中、パーティーしてた。いや、あんだけプリン溜まることないじゃないですか。そう。まあ、枯渇超うまい方とかならあるかもしれないんですけど、あんなに溜まるとちょっとね、楽しくなっちゃいますね。まあ、高回転なので、それがね、できるよね、というようなデッキでございます。ぜひね、こちらの、超高回転枯渇デッキ皆さんも使ってみてください。というわけでね、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。